どうもー影アンです。今日はですね、今年の目標、えー、健康運動編についてお話ししたいと思います。えー、この3連休、今日は最後の日11日かな、えー、になってましてですね、この3連休はやっぱり寒かったというのがねご印象に残ってますけども、仕事の方はね結構順調でですね えー、お客さんにたくさん来ていただいてるんですけどもやっぱこう正月が明けてほんで仕事に入ってほんで3連休の休みということでこうちょっと体がねこう疲れておられる方が結構多いんかなというところでそれでこう来ていただいてるんかなというふうに思っております。まあ、まああ疲れが出やすい なってるんでしょう、ね、ほんで、えー、まあ明日からまた、えー、仕事がまたみんな皆さんは始まるかなというところでこちらとしてはあのー、しっかりとこうお客さんの、ね、サポートをしていきたいというふうに考えております。ということで今日,、えー、今日のテーマである今年の目標運動編ですけども、えー、3つ挙げたいと思います。1つつつはははジョギング、1つはえー、空手、で1つはダイエットと いうことでまあ、運動、健康編というのは健康というのが入っているのは、まあ、ダイエットの目標も、えー、入っているんで、えー、健康も入っているということなんですけどもまずジョギングですけども、えー、去年がね、えー、ずっと1キロから走っていって最終的に9キロちょっとまで走るようになったんですけども、えー、今年は1 0キロ以上走るようにしようというふうに考えています。10キロ以上走る でコンサートに1 0キロ以上走るような感じをこうしていくっていうことをこう目標に掲げております。ほんで、えー、先週なんですけども、えー、ジョギングをしてですね1 1キロ以上ちょっと走ることができたんで一応その目標はクリアというかその。 コンスタントに1 0キロ以上走って走り続けるということなんで、えー、今年1年ずっと続けることにはなるんですけども一応その1 0キロには、えー、到達したということで、えー、目標達成になっていく形には、えー、なっております。 ま、えー、まあまあこのまま順調に、えー、怪我せずにねこうやっていきたいというふうに考えております。で、怪我に強い体、えー、にしていきたいとも思っております。ほんで、一つ、もう一つが、えー、空手ですよね。空手なんですけども、去年がね、えー、1月の時点では7級やったんですね、緑の帯、緑帯やったんですけども、その7級からですね、 茶帯に変化していってですねで最終的に12月、えー、去年の年末のね、えー、試験で1級になりましたねで1級になって 1, 1級からね次が、えー、初段になります初段は黒帯ですねでその黒帯に近づける1年にしたいなとでまた6月12月と試験があると思うんですけどもえー、だから初段法 ですね。初段生とかある。生って正しいっちゅう字ね。だから初段の、えー、一番初段ですよっていうのの、えー、その手前ですね。初段の歩、えー、歩行の方というかその、えー、初段の候補みたいなことですかね。だからその黒帯にはなるけども。 え正式な初段ではないですよというか一応初段預かりみたいな感じですかね、えー、そういう状態になるからその辺ぐらいまではこう、えー、近づけていきたいなというふうに考えておりますだから今年の12月の試験でそこまでいけたらなということで、えー、まだね肩の精いっがなかなか僕は頭の中に入らないなかなか去年からずっとやってるんですけども精いっの動きがこうできないんですね。 なかなか頭に入らないっていうことで、こう、えー、早い目に成敗をもう頭に入れてしまってですね、えー、次のかあの方にこう進んでいきたいと。ほんで約束組手とかもね、えー、いろいろたくさんとこうしっかりと覚えていくことと、あと実践に使えるその動きですね、えー、それをこうしっかりとこう身につけていきたいと。前のね稽古でちょっとねこう。 怖がらずというか、ね、相手にこう相手がこう打ってきますよね打ってくるところのそれを前に行って避けながら攻撃を加えてその一撃では、えー、相手が。 こう避けたりこう広まらなかったりした時の2点目3点目、えー、その辺の動きまでがこうちょっとこうできる形になってきたんで,です、ねえー、これからこう1年間鍛え、まあ、上げてというかほんでかなりこうレベルアップしていきたいなというふうに、えー、考えております。でもう一つがダイエットですね。で去年はね、えー、去年の1月の時点で8 6キロそれが最終的に12月7 4キロということで1 2キロ のの減量に成功ししたたんででですすけども、そそキロというのはそこまで難しくなかったですね。僕の中ではですね、えー、まあアルコールとの付き合い方をうまいこと考えることができたことによってですねというのは週2回のねチートデイを設けて週2回だけお酒を飲めるっていうペースをずっと続けていっていろんなことをやったこといろんなこと,というかその。 まあ運動もそうですしその食事のねいろんな改善をすることによって1 2キロの減量がうまくいったんですけども今年はその7 4キロ、まあちょっと増えて 75kg だとしてですねそれを7 2キロにするというただねこの3キロ落とすというのは去年の1 2キロ落とすよりもちょっと難しいかなという感覚であります。その食事の面ととかね、いろんなことでこでう、 ちょっといろいろ考えていることはあるんですけども、えー、7 2これを下回る数値にこうしていきたい。で体脂肪がね今23%点ちょっとかな、えー、23ちょっとあるんですけどもこれを19.9%以下にする 19%, 19ぐらいにするっていうのをこう目標にしています。だから体重は7 2キロ体脂肪は、えー、19%と。 いいいううととこころをこう目標にしたいと思いますでこの3つのねこの今の目標の中でですね、まあ、ジョギングに関してはね 10km 走ればいいという状態で、えー、よっぽど体を壊さない限りね、えー、できるということは思います。で空手に関しても今の調子でねこう毎日訓練していって稽古していってやっていけばこう黒帯には近づけると思うんです。 はねあまりその難しさっていうのはそこまでないということですね。えー自分がサボ たりりそういういいことをしない限りでそのサボるいうこともちょっと今の自分で考えるとちょっと考えられないんでその、えー、面白さの方が勝ってるんでね空手に関してもね。ジョギングもその走ることによる気持ちよさもあるんでね気分の気分よくなったりするんでなかなかそのそこが崩れることはないんですけども、えー、ダイエットのね、えー、その3キロ落とすことであったり体脂肪を19%台にするっていうことはちょっとね、えー、難しさ があるかもしれないないいと感じていますそれはですねまあまあ今冬やからかもしれないですけどもやっぱり寒いからこう脂肪をね増やそうとしてるのか食欲はちょっと出ている感じとそのそこまでその意識的に食べたいと思ってなくてもどうしても食べたい衝動にかられたりとかね、えー、そういうなんかねこう。 年末にはなかった形があるというのはその正月にですね暴飲暴食をしてですね胃が大きくなったことによることでうんちょっと。 と 1>,、えー、1年間去年1年間続けてきてた時と違う、えー、脳の働きをしとるかなと思うんでそこを戻すことともうちょっと改善して、えー、脳の状態を変えていく、えー、状態まあ脳を騙すじゃないですけども、えー、その辺ちょっとこう脳をこうもうちょっと自分の思ってる形にしていく、えー、それをこうどうやってやっていこうかなというふうに考えております。 だから脳の状態がこういい状態に持っていくことですねこれがすごくこう必要になってくるかなとで脳がねあのしっかりとこうね、えー、使える使えるというか脳の状態が良くなるとです、ね、その食欲っていう欲があるんですけどその辺がもうほとんどこうそこまでねぐっと出てくるものではなくてしっかりとこう、えー、抑えられるというよりもそれ自体がこう湧いてこない。 ただこうまあまああのー、食べるけどもっていうぐらいのこうレベルになってくる、うん、どうしても食べたくて食べたくてっていうようなことがなくなってくる状態、えー、そういう脳の状態をこう作り出そうと。 といいう,うに思いま,す、えー、まあ3月4月ぐらいまでにそういう脳の状態にしてほんで他の活動をこう目いっぱいできる状態の、えー、脳を作り出そうというふうに考えております。ということで今日は、えー、今年の目標、えー、健康運動編についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。